生高橋理恵です。田中みな実です。では地上波版にも登場してくれるゲストさんにご登場いただきましょう。この方です。皆さんこんばんは、下谷のりこです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。地上波にもありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。まあね、あの超エナジープラス版の方でいろいろお話ししたんですけど、うん、まあネタバレもねちょっといろいろ控えつつのお話でしたけど、はい、まあ今回はね、うん、ネタバレをちょっと伏せて話させてもらったり、うん、メールもねネタバレちょっと、うん、あのしないようにってね、うん、書いてくださったりしたんですけれども、でもなんかとにかくすごそうだぞってことはちょっとね伝わったんじゃないかなと思うんで。伝わりました、うん、なんかアフレコ中のお話とかならちょっとネタバレ避けつつお話できそうなのでちょっと聞きたいんですけど、はいはい、アフレコをその撮る時のシーンって大体何分ずつぐらい撮ったんですか？今回はですね、うん、本当に全く2ヶ月にわたって台本も2冊前半と後半で全く分かれてたんですよ。でなんかバトルシーンまでが前半に入ってたのかな、それ以降が後半に入ってて、私たちもだから後半を知らずに前半の台本を読んでた感じなんですけれども、でもね本当になんかかなりあの見たかったシーンとかは残しつつ、はい、すごくなんかストーリーも追いやすい感じで、うん、あの組まれてて、で監督が結構あのゲームだとこのシーンの後にこのシーンは来てないというその時間軸とかもちょっと前後になったりして描いてるんですけども、その方がなんか見てる方には伝わりやすいかなとかっていう感じで監督のこだわりもあったりして、全然すごい、全然すごい、全然時間軸とか分かんなかったから、すごい、みたいな、そうだね、何日後とかそこまでのじゃないんですけれども、原作だと本当はこのシーンの後にこのシーンは来てないんだとかって監督もおっしゃってて、そうなんです、あえてそういういう風に構成されてたりも、その構成とかもすごいこだわって作ってたりもするんですけれども、でもねアフレコは本当にあの自分たちのやりたいようにあの間を取りながら、で私もほとんどあの素人のシーンが多いんですけれども、うん、はい、杉山さんとは一緒に収録させていただいて、本当にねあのまあゲームでもあるんで、はい、まあ、レインっていうそのまあ予告でもね予告でもこの雨降ってるシーンが流れてたと思うんですけど、はい、そこの素人さくらが二人でお話をするシーンがあるんですけれども、大好きです。本当ですか？もうあそこがね本当にさくらが今まで語ったことのないような心情を打ち明けるシーンがあるんですけれども、そこがもう本当にさくらの気持ちになって私セリフを読むと本当に辛くて、もうこれをそっか私は演じるんだなっていうようなすごい覚悟をあのしてあのアフレコに挑んだんですけれども、はい、本当に杉山さんとの掛け合いは本当に心熱くなるものがありまして、それを見てくださった皆さんにね伝わるといいなっていう思うシーンなんで、ぜひねこれからご覧になる方もあこのシーンかと思いながらぜひじっくりじっくり見ていただきたいんですよね、はい、ずっと泣いてましたね私は。もうどっちの気持ちにもなっちゃうというか、うん、なんかそれまでに描いてきたその桜の過去とかも含めて見ていくと、なんかもうしようみたいになるし、さくらっていうどっちの視点にもなれるから、なんかもうあそこ涙が一番止まらなかった。あ、よかった。私もあそこのシーンを演じるのが一番辛かったですね。ですよね。ああいうなんかこう1対1の掛け合いのシーンとかって、うんうんうん、あのいっぱい家で作り込んでいくのか、うん、その場で生まれるのか、どういう風にあのシーンは出来上がったんですか？私はあの、うん、さくらのやっぱりその重要なワードがたくさんあるんですけれども、うん、そこに何だろう描かれあのそのシーンのセリフのバックボーン的なものをすごく考えながら行きました。何だろう、うん、この言葉ではこう言ってるけど、うん、じゃあその幼少期にじゃあ実際にどんなことがあったんだろうとか、そういうのもすごくやっぱりセリフでは描かれていないんだけど、それをもう想像しながら、はい、その気持ちをどんな気持ちでシローにぶつけてるのかなっていうのも想像しながら演じていたので、結構でもそこは私の中では感情というかその気持ち、どうやってここの最後の気持ちまで持っていこうっていうのはやっぱりちょっと作っていきましたね。で実際にアフレコ前にちょうど休憩時間があった時に那須
さんと須藤さんが2人でいらっしゃったんで、そこでちょっとあのお二人の意見とかも聞かせていただいて振り込み挑んだんですけれども、はい、そうだったんですね。その時なんかどういったアドバイス、あのそれこそお芝居のアドバイスをくださるのか、うん、書いた時のアドバイスをくれるのか、どういうお話があるんですか。私はあの須藤さんにこのシーンに込めた思いとか意図とかっていうのを聞いて、自分の方向性が間違ってないかなっていう確認させていただいたり、それも那須さんもそうなんですけど、やっぱ原作者さんなんで、あのやっぱりそこはね、あの意図っていう部分は間違いがないかなっていうところをあの確認させていただいて、もうね、私あのマイク前で震えたの初めてでした。もうめちゃめちゃ、いやもうあそこだし、その話聞くともう本当その通りで、ずっと私もさくらのバックボーンがずっと頭の中巡ってて、もうその話聞いてうーってなりました。すごいね、辛い話をするんですよね、さくらがね。さくらにとってはもう一番いい、もういいね、ね、痛くない言葉だと思うんですけれども、そうまたね、そのね、演出の仕方がね、カメラマークとかもすごいんですよ。田中静かにしてなんか今年のモノローグで、すごいスーパースローとかで雨の雫が、まあ、そこを予告編でもちょっと使われてるんですけど、雨の雫がこうスーパースローで落ちていくところとか、あとなんか桜にグーってこう寄っていくところがあるんですけど、それはあのなんだろう、機械でこうアップしていくんじゃなくて、全部作画で寄ってってるんですって。やっぱそうですよね。私あそこがすごく好きで、見たからに、見た方からにはね、このシーンって多分すぐ分かると思うんです、作画で寄ってるから。もうあれ見た瞬間にありがとうっていう気持ちで、もう涙が止まらない。すっごいあそこのシーンに時間かかってると思うんですよ。いやばい、あそこにすごく愛を感じましたね。そうなんですよ。だからどうやって見せようかって、あのほら2人が立ってて、まあ、白が、まあ、歩み寄っていくんですけれども、そこだけじゃないですか。そこに何かが飛んできたりとか、はい、何かが走ったりとかしてるわけじゃないから、見せ方ってすごい難しかったと思うんですよね。それをなんか見せ場として作るために、本当にここまでしてくれるんだっていう熱い気持ちにもなりましたし、あとね、見せ場って言えばバトルシーンもあるんですけれども、はい、あそこ本当に、あそこもう 何百枚何千枚って書いたんですかってくらいの、ね、なんかね、台本で A パート B パート C パートって私たちよくね聞くじゃないですか、はい、A パート B パート C パート M パートっていうのがあって、なんかね、台本アフレコの時にみんなで M パートってこれなんだろうねって言ってて、突然の M、それこそね、あの2つの台本に分かれてたんで、はい、その先に DEF があって GHIJKL そのうちなんかね、後半の方に挟むのかなこれとかって言ってたぐらいに、 M パートが突然現れたら、それは三浦さんで、あのね、 UBW の監督をされている三浦さんのパートだっていうのが、はい、私たちもその舞台挨拶で知るっていう、あ、だから M パートっていう、三浦さんのパートががっつりかなりあったんですよ。まあ、バーサーカーとね、はい、セーバーのバトルシーンだったんですけれども、はい、かなり2センチぐらいあるかな、すっごい紙2センチ分の台本って、すっごい分量があって、あれでも20分ぐらい尺があったんじゃないかな。動き全部にそのトガキっていう説明が書いてあったんですか、そういう台本には。ありました、ここで誰が殴って、振り上げてとか蹴って、だからそのシーンの、あの絵コンテもあのかなりあの作り込まれてたんですけれども、もうアフレコの段階でこれはやばいねっていう、これはやばいバトルシーンになるねってアフレコ中もみんなで言ってましたけども、出来上がりを見たらね、みなみちゃんがね言ってましたけど、私もなんかこれを人が作ることができるんだっていう、その技術の凄さに圧倒されちゃって、本当に見てて涙が出てきて、なんかね、U4 テーブルの現場に行ったことはなかったけど、そのなんかどんな努力の結晶なんだろうっていうか、もう本当血と汗と涙とっていう、その結晶が今ここのスクリーンであの生まれたんだなっていうようなのが、もうすごいひしひしと感じて、本当日本のみならず世界に誇れる
映像だなっていうかアニメになったなっていうのがね、あって本当にずっと話してたい。いや本当に、ね、すいません、ずっと聞いてたいですね。すいません。じゃあ続きも。